キム州が惜しくもシーズン初勝利を逃がした。キム州は16日米国サウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドのハーバータウンリンクスで開かれたルックヘリテージオープン最終第4ラウンドで3バーディー、3ボギー、イーブ分パー、71打を記録した。通32アンダマイナス272打でキム州は小平サトルとプレイオフを繰り広げた。 その結果、3ホール目の17番で小平に敗れ、等とし優勝となった。キム州のシーズン初勝利と通算 3, 3勝目は次回に持ち越しとなった。